し、行くぞ。やんのか。ほら来いよ。俺の番か。来いよ。どうした？頼む、こっちだ。これでしてみろ。行くぞ。俺の番だな。ほら来い。ほい来た。ほら来いよ。あっ、手をやれ。やめんなよ。やってみろ。やってやるぞ。これ以上は。ほら来いよ。してみろ。行くぞ。よし、行くぞ。とっておきだ。どうした？ほら来いよ。俺の番ね。ほら来いよ。やんのか。俺の番だな。見せてやるよ。ほい来た。なめんなよ。見てろよ。うりゃあ、こいつで問題ねえぜ。それ。ほら来いよ。よし、行くぞ。とっておきだ。今のうちだぞ。俺の番ね。よっしゃ、元通りだ。なめんなよ。俺の番だな。ふざけんな。見せてやるよ。やってやるぞ。どうしようかね。やるか。よし、行くぞ。とっておきだ。俺の番だな。これで逃げるな。今のうちだぞ。どうしようかね。よし、行くぞ。大勝利。今まで上手な感じだが、まだ成長できるとはな。待ち伏せてたのはあいつらだけか。もっと大勢来るもんかと思った。自分たちだけで侵入者を倒して手柄を立てたい連中なんだろう。へえ、そういうもんかね。俺が言うのもなんだが、全員で協力した方が楽に倒せるだろう。そういう考え方してると出世できねえんだ。それが組織社会さ。へえ、道理で出世できないわけだ。休もうぜ、春日。
開けてみるか。やったぜ。この鍵で金庫を開けられるんだな。これからも鍵を持ってるときは積極的に金庫を開けてみるかな。一人で締めてくれるわ。容赦しねえぞ。よし、行くぞ。なめんな。おいや、見せてやるよ。おい、来た。ほら来いよ。大福、俺の番か。俺の番だな。やんのか。とっておきだ。やってやるぞ。俺の番ね。してみろ。とっておき。どうするかね。やるか。こんなもんだよ。あったまきた。やってみろ。行くぞ。なんだこれ。見せてやるよ。ほら、ほいきた。やるか。いいよ。うりゃ。あったまきた。こいや。行くぞ。俺の番だな。
くる。逃げるなら今のうちだ。俺の番ね。ほら来いよ。やるか。とっておき。あったむきた。してみろ。よし、行くぞ。なんだこれ。やんのか。なんか嫌な予感がするぜ。一旦守りに入って様子を見た方がいいな。おい来た。やるか。おい。見てろよ。調子が戻ったぜ。俺の番か。やるか。やってやろう。俺の番だな。雑魚が。開けてみるか。開いたぜ。会長室にはいかせねえか。の口答えてくれよ。こんなよ。おい大丈夫か。早く。おい足立さん。このしまった。お前やろう。こっちだ。よっしゃ引き上げろ。もういい。見てんじゃねえぞ。だってめえ。何見てんだよ。ビビるんじゃねえぞ。ビビるんじゃねえぞ。開けねえぞ。
俺の番だな。ほら来いよ。やめんな。逃げるなら今のうちだぞ。じゃあやんのか。とっておきだ。俺の番ね。なめんなよ。見てろよ。とっておき。どうした？ほら、おりゃ！なんだと？ほら来いよ。なんだ？雑魚が。行くぞ！これで。おりゃ！よし、行くぞ！あれ？おい、来た。やめんな。来てみろ。見てろよ。とっておき。よいしょ。やってみろ。ほらほら。どうするかね。うわ、やれ。俺の番だな。やめんな。100万年早かったぜ。これ以上好きにはさせん。バラしてやれよ。やってやるぜ。よし、行くぞ。ほら来い。ザコが。おい、ほら。ふざけんなよ。見せてやるよ。ほら来いよ。やめんな。見てろよ。うりゃ。してみろ。俺の番か。逃げるなら今のうちだぞ。じゃあ、おら、やってやれ。俺の番だな。おい、なめんな。なめんなよ。するかね。やってみろ。よし、行くぞ。もう時代ね。してみろ。やめんな。とっておき。俺の番か。やってやるぞ。俺の番だな。ザコが来いよ。見てろよ。とっておき。よいしょ。どうするかね。逃げるなら今のうちだぞ。行くぜ。よし、行くぞ。うん、俺の番ね。俺の番か。来いよ。俺の番だな。おい、来た。回復。よし、行くぞ。
開けてみるか。やったぜ。まだまだやれるぜ。そうだな。開けてみるか。開いたぜ。マジか。
開けてみるか。やったぜ。なるほどな。ここに戻ってくるわけね。え、ここに来たことはあったか。ねえと思うけどな。いや、明らかにさっき来た部屋だろ。お前ら本当に記憶力ねえのか。ちょうど良さそうな場所だな。ちょっと休んでいこうぜ。
ふざけんなよ。とっておきだ。おい来た。してみろ。うっさむきた。見てろよ。うりゃ。なんだこれ。うわ。おれ。うっさむきた。よし。おいや。ほら来いよ。俺の番だな。ふざけんなよ。見せてやるよ。俺の番ね。なるか。なめんなよ。来いよ。とっておき。見てろよ。よいしょ。ほら来いよ。姫さっぱりだ。どうするかね。ふざけんなよ。行くぜ。おいや。じゃあこれ。よし、行くぞ。来いよ。とっておきだ。やるのか。なめんなよ。よっしゃ。元通りだ。よし。ふざけんなよ。とっておき。俺の番か。ほら来いよ。やってやろ。こいつを食らえ。俺の番だな。来いよ。見せてやるよ。ふざけんなよ。ほら。ほら。それ。どうしようかね。ふざけんなよ。しびれる。なめんなよ。来いよ。見てろよ。うりゃ。よし、行くぞ。やんのか。うわ、うわ、こいきた。ほら、来いよ。はい、行く。さあ。ちょっと来いや。俺の番だな。来いや。やってやるぞ。ふざけんなよ。とっておきだ。してみろ。よし。おいや。うわ。俺の番ね。なめんなよ。よし、行くぞ。やんのか。見せてやるよ。来いよ。調子が戻ったぜ。どうするかね。ほら来いよ。出会いが来たぞ。行くぜ。行くぜ。ほら来
来いよ。二度と喋れなくしてやる。行くぜ。生きては返され。さあ、もっと来いや。よし、行くぞ。ふざけんなよ。やってやるぞ。やってみろ。来いや。来いよ。さあ、やるのか。俺の番ね。してみろ。とっておき。やってみろ。どうするかね。逃げるなら今のうちだ。来いや。来るぜ。ほら来いよ。よし。それ。やってやるぞ。ふざけんなよ。俺の番だな。なるか。ふざけんなよ。来いよ。来いや。逃げるなら今のうちだぞ。やってみろ。見せてやるよ。ふざけんなよ。おい、来た。してみろ。来いよ。回復。俺の番か。ほら来いよ。じゃあこれ行くぜ。おいや。さあ、よし、行くぞ。やってやるぞ。やめんな。ふざけんなよ。とっておきだ。やんのか。やるか。俺の番ね。じゃあ来てみろ。ふざけんなよ。見てろよ。とっておき。来いよ。逃げるなら今のうちだぞ。おれ、行くぞ。俺の番だな。やめるな。見せてやるよ。ふざけんなよ。お、おい、来た。ほら来いよ。やるか。見てろよ。やるのか。あっちだ。やめんなよ。俺の番か。やんのか。来いや。ほら来いよ。行くぜ。じゃあ来ね。よし。よし、行くぞ。来いよ。さあ、俺の番ね。なめんなよ。やってみろ。とっておき。どうするかね。来いや。ほら来いよ。逃げるなら今のうちだ。来いよ。俺の番だな。やるか。やめんな。やんのか。行くぞ。お、こんなもんかよ。は、おい、来た。見てろよ。やってみろ。よし、行くぞ。やってやるぞ。じゃあ、こんな。逃げるなら今のうちだぞ。やってみろ。これで。なめんなよ。これ以上は。俺の番だ。
ら来いよ。とっておき。こいつで問題ねえ。やんのか。俺の番だな。やめんな。とっておきだ。はい。危ねえな。あっつ。さら。おい来た。なめんなよ。おいや。なるか。ほら来いよ。なめんなよ。やるか。ふん。来いや。してみろ。よし。よし、行くぞ。俺の番ね。なめんなよ。見てろよ。うりゃ。逃げるなら今のうちだぞ。行くぞ。俺の番だな。とっておきだ。おい来た。ほら来いよ。とっておき。よっしゃ、行くぞ。見せてやるよ。あっつ。俺の番ね。してみろ。ほら来いよ。俺の番だな。やってやるぞ。とっておきだ。思いっきりやれるぜ。ほんとだ。おい来た。とっておき。ダメだよ。お願いします。よし、行くぞ。見せてやるよ。俺の番だな。やるぞ。
みろ。逃げるなら今のうちだぞ。回復だ。俺の番だな。見せてやるよ。なめんなよ。俺の番ね。あったまきた。なんだってめえ。あったまきた。行く。なんだってめえ。俺の番か。あったまきた。おいなんだってめえ。あったまきた。やるか。なんだってめえ。逃げるならいいな。どうするかね。あったまきた。うん、いくぞ。とっておき。お願いします。やんのらで元通りだ。よし、いくぞ。おいや、強くなっちまったか。強くなったか。たった3人で。てめえらがケツ持ってる乙姫ランドの店員だ。俺らはな、あの店で働く向こう、あの子の父親をあの施設に閉じ込めて金をむしり取るだけ。む言っただろ、世間がやりた。何が世間のしたくない。都合のいい言葉並べて任侠道語って。待ちなさい。お親父。戸塚の兄弟、これは一体何の騒ぎだ。うちの島で揉め事がありまして。それで鉄砲玉に見えなくもないが、極道かお前ら。俺たちは鉄砲玉じゃありません。会長に頼み事があってきました。頼み事？そこにいる戸塚って組員のしのぎについてです。日だまりの城のことか。ちょっとお時間いただけますか。お前らが鉄砲玉でないという証拠は。確認してください。丸腰です。どうした。こいつ得体の知れない札を持っています。ああそれね、俺も全く身に覚えがないんすよ。誰かが勝手に俺のポケットに入れてて。どうしますか。気にするな、おもちゃの札だ。タコ糸で縛んなくていいのか。あれがあるとないとじゃ痛みが大違いだ。えらく詳しいじゃねえか、高部の頭。そりゃ昔日本も詰めさせられたんだ、あんたによ。さっさと道具持ってこい。ヤクザ家業なんてのは人様から疎まれて当然だが、俺なりに中国のマフィアや韓国のコミジルから町の住人を守るため体張ってきたつもりだ。俺はこの町の歴史はよく知りませんが、清流会さんの力で均衡が保たれているのだと思ってました。最近はそのバランスも崩れてきてる。どこの勢力でも下っ端が親に隠れてこそこそとしのぎやがる。
一部じゃホームレスからシャバ代を巻き上げるようなクズもいると聞く。ああ、それ本当の話っすよ。ハンピン・リューマンの下っ端です。そうか。でもまさかうちの戸塚までも俺に内緒でしのぎを広げていたとはな。教えてくれてありがとうよ。会長は介護施設のことを一切ご存じなかったんですか。バカ言うな。戸塚が理事を務めていることくらいはもちろん知ってる。なんせあの介護施設は30年くらい前にうちの組が買い取った施設だ。本当なら老朽化で取り壊す予定だったんだが、どうしてもこの町の文化を残したくてな。そこで戸塚を理事に据えて介護施設を始めるように提案したのは俺だ。ただこの戸塚があそこの最上階で別のビジネスをやってたのは初耳だった。あのしのぎはまだ模索の途中でした。手はずが整った俺には必ず会長の耳に入れようと。あんなもんしのぎでもビジネスでもねえ。会長、あのビジネスは間違ってる。お願いします。あそこにいる年寄りたちを解放してやってください。カスがとか言ったな。はい。お前少しばかり勘違いしとりゃせんか。え？さっきお前に礼を言ったのは戸塚が隠していたしのぎを教えてくれたからだ。ただ誰がしのぎの内容に意見しろと言った？でもあんなしのぎ単なる人殺しだ。金が生まれるところに不幸はつきものだ。そして不幸が生じるときには必ず誰かが幸せになっている。それはしのぎをする上ではある程度仕方のないことだ。会長、ちょっと待ってくださいよ。そんなら何したって許されちまうだろう。戸塚、お前が最上階でやっていたしのぎは一体何だ？エクセレントコースは楽にあの世に旅立たせてやるためのサービス、安楽死ビジネスです。安楽死？嘘つくんじゃねえ。俺はこの耳で聞いたんだ。車椅子のばあさんが恐怖で泣き叫ぶの。安楽死の定義は苦痛を与えずに死に至らせることだ。ばあさんだって死ぬ瞬間は穏やかに言った。それにな、安楽死は本人が望む場合もあれば家族が望む場合もある。じゃあ菜の葉の親父さんは？あの女だってそうさ。親父を始末して欲しかったんだ。まさか。何がまさかだ。俺と直接会ってあの女は了承したんだからな。そんな。いい社会勉強になったな。さて、じゃあ俺はさっさとけじめつけちまうか。どうすか？はい。指など落とさんでいい。会長、お前のビジネスの全てを俺は認めたと言った覚えはねえ。だがな。おい高部。へい。ああ、こいつ連れて行け。え？二度とうちの敷居をまたげないようにしつけしてやれ。あ、会長、会長！春日よ、任侠というのは正しいか正しくないかだけでは測れんものだ。
我々はメンツで生きてる。肩着に土足で上がられては清流会のメンツが肩なしだ。今日は勇敢なことをしたなどと決して思うな。お前らは今日この私と清流会をコケにしたのだ。そのことを肝に銘じて明日から生きろ。久々にヒリヒリしました。俺は嬉しいですよ、会長。何がだ。18年も無所に入って出てきたら、俺が目指してたはずの極道は世の中から消えてた。でもあんたは違う。いい意味でも悪い意味でも、俺が知ってる昔の極道だ。お前やっぱり同じ世界の人間だったか。お前みたいな男を育ててくれた極道ってのはどんな奴なんだろうな。俺の親父だった人ですか。組の名前を勝手に使ってヘマこいた見ず知らずのガキの責任取っててめえの指を落とすような、そんな人でした。ん？よし帰るか。待て、一つ教えろ。あ、お前の親父とは誰だ。元東条会系荒川組組長、荒川真澄です。荒川、ま、その親父につい最近撃たれちまったんですけどね。まあ嫌われちまったのかな。でもまだ俺にとって最高の男は荒川の親さんなんです。荒川か、覚えておこう。さてととりあえずソープに帰るか。え、ああそうだね。まあ菜の葉が安楽死を了承してたってのがショックなんだろうがな。でもそりゃ人には人の事情ってのがあるんじゃねえのか。